タヌキは、楽しめない、わかる、うちの常連リスナーの常連リスナーが出てってく様子がわかるから、すいませんね、僕の苦手な苦手でやりたくてしょうがなくて、しょうがないです。いやー、そうか、大変だね。まああんま疑心暗鬼にならないでよ、俺はあんまり気にしてないから、ほんと気にしてないから。今回のクルミの件はまあしくじったなって感じじゃない、スーパークレッシェしくじったなと思う。やっぱりね、誰が見てるかわからないから放送って、だん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 とこうやってね、こういうインターネット配信にのめり込んでいくと、だんだんとそういう2チャンネルとか雑談たぬき、そういうところを見て、で気にするんだよ。自分の評価とか、その俺の評価を気にしだすんだよ、リスナーは。そうすると今度自分のことが書かれるんだよな、そういうところに。そうするともう熱くなっちゃって、うわーってなるんだよ。自分が叩かれたくないから。でも、これもうしょうがないと思うよ。どこの常連リスナーでも、これなると思うよ。そう。囲いと呼ばれるのか分かんないけどさ、そういう常連リスナーって名前が出る。でもそれももうインターネットで、あ、自分がそれだけここの常連だって、アンチからも周りのリスナーからも認められたっていうことじゃない。多分それぐらいでいいと思う。ネット慣れない頃はヘイトやディスの放送を、気になるけど、何年もいると全く、俺香川の言ってるのって遊び。俺からすると香川が俺のことディスやったりとかしてるけど、結局香川は俺のことを嫌いなだけなんだよ。それだけだろ。自分の思い通りにいかないから、ゆいかが言うこと聞かねえから、だから気に食わないだけだから。あいつの言うこと気に入る人間は香川は別に叩きはしねえだろ。マスクマン配信はデビューしないよ。外配信でやりたいなと思ってるけど、ファンが少ない。まあどうだろうな。まあ今もうさ、インターネット配信ってさ、その配信者のことが好きで見てる人たちが多いじゃん。放送が面白いから最初は見るわけだけど、だんだんその人のファンになるわけじゃん、配信者の。でしょ、どこも。予算のところもなんだかんだアンチコメントあったりするから、あそこもファンが多いじゃん。金牌のところもそうだけど、ファンが多いじゃん。その放送が面白いか面白くないかで見てる人よりも、最初は、あ、この放送面白いな、この放送者面白いなっていうことから見ていくわけだけど、それからだんだんファンになるんだよね。だからまあ、それでいいんじゃね？つか、そういうサイトだと思ってるし。あみちゃんいらっしゃい。まあ、そんなもんだよ。ラベルが違いすぎる。まあしょうがないよね。周りから見ると一瞬レベルが一緒になってしまうんだよ。香川が俺のことを叩くヘイト放送をすれば、俺のアンチの方がとか、俺のことをちょっとよく思ってない人たち、もしくはまあそういう人たちが香川の放送に行くんでしょう。そうすると閲覧数も俺より上だったりとか、俺と同じぐらいになったりとかするから、そうすると同じレベルに感じるんだよ。でも現実はどうかって言ったら、じゃあ通常放送を俺も香川もお互いやったって、俺は閲覧数がほぼ変わらないよ。変わらないんだよ。じゃあ香川くんはどうかって言ったら、やっぱり自分香川自身の放送がつまんないから、評価されてないから、通常放送をしてしまえば閲覧が少ないでしょ。もうそれが結果だよ、結果。いつも何時に寝られる？寝たい時はい、寝たい時です。こいつすげえなと思ったのは半老人。ニコ生で最初はマイナスイメージ、怒ってるのが強かったからな、俺は。白金スターいらっしゃいね。すごく礼儀正しいね。初見で失礼します。なかなかないよね。いいんですよ、初見さんの。ちょいとパイセンの枠離れてもまた見に来る。多分俺とかうなちゃんマンっていうのは、じゃあ俺とかうなちゃんマンは多分
俺の放送飽きてきたりとか、うなちゃんまの放送飽きてきて、まあ離れたりとかして他の放送見に行くじゃん。でも結局雑談放送に戻ってくると思うよ、俺は。それは俺の放送が面白い面白くないじゃなく、多分長く聞いてられるんだよ。いつでも聞いてられるのかな。別に俺なんて二の次でいいんだよ。わかる？別に一番じゃなくたっていいんだから。別に見られりゃいいんだから。だから、いずれ戻ってくるんだよ。そんでまたいずれいなくなって、またいずれ戻ってくるんだよ。俺より面白い放送があれば、そっち見に行くだけだって。でも最終的にじゃあ、面白い放送が全体的に継続するかって言ったらしないんだよ。あんまり特別面白い放送って、一時面白いだけだから、話題になったりとかするだけだから。じゃあ安定したところってやっぱり雑談になるんだよ。俺とかうなって。だから、いつまでも閲覧数がそんな変わらないんだよ。そこだと思うよ。どれもそうなっていくのかって言ったら、まあ、どれはちょっと厳しい。うん。つか、どれブロック入れてんだよ、俺。そうか。これ、俺、どうすればいいのかな、これ。俺、どうすればいいかな。まあ、今回のくるみの件については、俺、ちょっと、みんなの考えが変わるか変わんないかは別として、まあ、特に何も思わなくていいと思うよ。半信半疑にならなくてもいいと思う。まあ、うちでアンチコメントしなきゃいいんじゃね？俺がブロック、あっちの放送でブロック入れることあるからもしんないから、まあ、それは理解して。あっちで放送でコメント打ってれば、俺が放送やってない時でさえ、香川の放送を開いてブロック入れることはあるかもしれないよ。なんで、それは理解して。それでブロック入れられたからって文句言われても解除する気はないから。ね、ただうちの放送でアンチコメント打たなきゃいいんじゃね？俺気分悪くならねえし。俺の放送に邪魔にならないから、そんなもんや。それでいい。うちの放送でアンチコメント打っちゃ必ずブロック入れるし、俺が放送やってない時にたまたま香川の放送監視してやろうと思って、ね、監視っていうかブロック入れてやろうと思って、ね、香川ブロック解除して俺が香川の放送を見た時にね、うちのリスナーとか、うちのリスナーじゃないやつがブロック、ね、生 ID でコメントしてれば全員ブロック入れるから。ああ、わかった？それでいいでしょ。うん。お願いします。絶対俺解除しないからね、ブロック。誰々解除してください。ね。香川のところで普通にコメント打ってたのに、ね、ただコメント。うん。普通に。俺にアンチコメント書いたわけでもなく、香川のことを褒めたたいたコメントを書いたわけでもなく、そうですね、初見ですって書いただけでブロック入れられる人もいるんで、そりゃ知ったことじゃねえから、俺からすりゃ。あんな香川みたいなクソ野郎。うん。トヨちゃんいらっしゃい。だからあそこで書くんだったら、タヌキで書きゃバレないんだから、タヌキで書いてください。うなの枠、緊張感走るよな、あそこでコメント打つの。俺やりたいことあんだからさ、あんなバカにね、いつまでも構ってる暇ねえのよ、俺。自分が今後やりたいんだから、雑談放送ももちろん やっていきたいしさ、もう今後はもう今はもうどちらかと言うと外配信に向けたいで、俺。どんどん外配信やりたい。うなちゃんも緊張感走るじゃん、マジで。走るだろ、俺ロケット花火飛ばしながらね、なんっけ、フラットバードおじさん、こんにちはって、あ、おはようございますって書いただけでブロック入れられたからね、俺は。まさか俺それでブロック入れられて思わなかったから。ちゃんとね、ロケット花火を飛ばしながらだよ。別にバカにするつもりもないよ。ただ、フラットバードってやるじゃん、その後、ロケット花火飛んだら。だから、フラットバードおじさん、おはようございますって書いたら、おい、よいか、ありがとうね、フラットバードってやると思ったら、ね、そのコメント読んでブロック入れられたから。フラットバードも聞けなかったし、その後の何て言ったのかも聞けなかったから、俺は。ブロック入れられちゃったから。緊張感走るよな。反省しております、うなちゃんまんさん。解除してください。別にさ、俺のね、悪口言ってるわけじゃないんだからさ、別になんとも俺、うなのこと思ってねえから、俺、うなちゃんまんが悪口言ってるけはムカつくけど、言われてないから、ごめんなさい。それで頭に来たならごめんなさい。ちょっと挨拶がてらの一発かましただけだから。あ、花火師ありがとう。フラットバードでブロックです。やだよな、ほんと。今日、ジェダイさんって人、大花火ファンタ投げてブロックするぞって言われてたんだ。あ、大花火のファンタ投げて、
あ、何投げないとブロックするぞって言われたの。ジェダイごときに、うん、いいやつだからな、あいつは。でも、熱い男だよ。うん、原付配信成功、まあ、やってる人がいないからね。やってること、やっぱり、みんなが見たいものは、やってるものを、今まで配信者がやってきたことっていうか、まあ、このふわっちで、やってこないことをやってた方が、みんなが見やすいんじゃね。多分、佐野さんの枠はコムのタイミングがコツがいるんだ。ナイスアイディア、よかったよね。まあ、特に仙台、あ、仙台徳島配信は良かったよね。今まではここら辺近辺とかさ、ね、ちょっと他の市とか行ったりとか、まあ、お台場行ったりとかだよ。それでも遠いじゃん。茨城でも遠いじゃん。約片道だけで166キロあるから遠いじゃん。でもそれを、ね、大きく超える徳島配信、1000キロ ?1300 キロか。成功だよね。徐々に数を増やし、ね、最初はね、八王子から八王子近郊、福生とか、ね、大梅。まあ、そこら辺が80キロぐらいだよね。80キロぐらい。んで山梨。で山梨が120キロだったりとかでしょ ?160 キロとかでしょ。で、茨城もそうだし、160キロ。大宮も、大宮が100キロぐらい。だから、徐々に増やしてき、んで、そっからのボンと徳島来たから、1000キロね。次はレベルが上がるよ。うん、彼女は、ね、うなちゃんマンのその彼女って、何?聞きたいよ。聞きたい。うなちゃんマンの、その彼女ができた、何?その、放送で出したの?放送で。いや、それ知りたい。あ、あと俺ね、東京観光もやりたいんだよね。ただバイクの置き場探さないとな。ともねえっていう人?ほー。え、なんか、30ぐらい出してたんだ。調教してたぞ。彼女放送に出てたんだ。とんでもないブスだった。クソやばい女。キスとかしてた。配信で近く、花道屋さんありがとうございます。なに?放送で乳首を吸わせてたね。うなちゃんマンが自分の乳首を、うん、うん、FC2 アダルトの人なの?その人?気持ち、何?コリコリ。ね、うなちゃんマンが女の、女にコリコリしてたの。全然乳首吸ってたってこと?うなちゃん、運営に画面規制、あ、映像規制?気持ち悪い。何?気持ち悪いな、51歳のじじいが、30代のババアの乳首を生放送でコリコリしたりとか、吸ってたの?気持ち悪いな、本当に。誰得だよ。何?ブサイクな女なの?いや、可愛い30代とかさ、30代前半とかさ、ね、可愛い20代10の子だったらわかるけど、気持ち悪いなぁ。YouTube で出てる?え、ちょっと、え、いや、俺、それ映せないじゃなくて、ダメだよ。YouTube の、そのコリコリしたやつでしょ?俺も規制になっちゃうもんなら、俺ここでみんな見せちゃったら、後で見よう。ちょっと、俺がみんなと共有してみ、見るね、もう。やばいだろ。俺も規制かかっちゃうよ。俺今までここでバンになったことがないからさ、注意受けたことあるけど、運営から注意受けたことあるけど、一回だけ、リスナーの本名を言ってしまって、それで、ね、まあ、俺にアンチコメント書いてくるババア、それの本名を言ってしまって、俺規制かかって、規制じゃないけど、注意受けて放送落ちたことあるけど、それ以外ないからさ、俺ここでバンになりたくないのよ。マジで。クリーンにやってるから。かなり痛いっすよ。確かにさ、話でコリコリ、ま、歯ないからコリコリではないんだろうな。かなり痛々しかった。何気持ち悪い。何声出せよ。欲しい。